清水屋にやってまいりました。それでは今日は清水屋の店内、いろんな食べ物とかお土産品がたくさんずらり並んでますので、楽しみに、やっていきたいと思います。今回ですね、お客さんの支配人であります店長の松坂さんにお越しいただいております。それでは本日は今日は店内の方でよろしくお願いします。皆さん、すごくですね、景色のとても素晴らしいところですよ。空気も本当に美味しいです。この四千鶴屋はですね、延岡市の方から来ると、どのように来たらいいのかなと思ってですね、お願いいたします。延岡市内から北方延岡道路、終点まで来ていただきました。倉田のすぐそばになります。そうなんですね。はい、皆さん、四千鶴屋という看板がですね、ガーンとありますので、はい、あの看板を見てですね、駐車場に回ってきてくださいね。よろしくお願いします。それでは店内の方を楽しみに今からやっていきたいと思います。それではどうぞ店長さん、よろしくお願いします。はい、ただいまから店内の方に入ってまいりますよ。お野菜がたくさん並んでますね。今日は北方町で来ているお野菜になります。延岡市内の野菜が中心になります。こちらの色がですね、ちょっとね、お野菜の一般の野菜よりもなんか緑に変わりますね。こちらが、スナップエンドウとかですね、キャベツ、キュウリ、ね、あとはピーマン、ソースの大好きな、この辺から美味しいですよね。でもなかなか食べないんですけど、今でもなかなか食べます。すごいこんなに大きな、海です。よくお母さんたちが海でマンゴーがあります。すごく大きいですね。このマンゴー、すごく甘くてね。糖度が高いということですね。すごく食べ甘いだと思います。牧場とかにもね。トマトに。さらにまだまだ無性にもですね、延岡市のね、たくさんね、こちらのお店、すぐなんか、ね、お野菜、安いですよね。はい、ぜひ、参加してくださいね。そば粉、そば粉、小麦粉、紫芋、ね、たくさんの、はい、粉製のものがあります。こちらはもち米ですね。すごく綺麗ですね。はちみつ、こちらのお米一回食べたことがあるんですけど、すごくみずみずしくて、ふんわかして美味しいです。なんかちょっとイチオシみたいなのが、北方のお米美味しいので、こちらのお米です。
車でご来店のお客様にご案内申し上げます。お酒を飲まれての運転は法律で固く禁じられております。ほんの一杯だからという気の緩みが事故につながりますので、飲酒運転は絶対にやめましょう。また運転する人にはお酒を勧めないようにしましょう。皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日のご来店誠にありがとうございます。高田のお茶は全国釜入り茶品評会で受賞を受けたこともある素晴らしいお茶です。すごいですね、全国で有名な茶ということで、ね、こないだちょっとお茶をですね、あのこちらに来た時に混ぜてたんですけど、とっても香りがですね、もうすごくいいです。このお茶をいただいたので元気になりました。あとそのお茶とてもあるんですね。生姜のお茶とかいろいろございます。そうですね。新茶とか、新パックに入っているものも簡単に作られて、お米です。新パック、新茶だと思います。ね。紅茶。ね。生姜で、生姜の紅茶というのがあります。ね。すごく味わいですね。今、季節になってますね。いいですね。生姜紅茶。簡単に作れます。もちしてるような感じですよ、ね、食べてみたいってまた、ね、中身はどうですか。そしたら少し桃のエキスが入っています。綺麗ですよ、桃の色ですね。エキスかなんかが、はい、ピューレが両方練り込んであります。ピューレ、ね、ピューレが練り込んであります。はい、皆さん、はい、先ほどの自分たちのプラン、
ね、なんとこちらすごく色が綺麗なんですよ。ね、もう食べてみたいっていうのがもう先ほどからもうドキドキしてね、食べてみたいと思ってましたので、早速いただきます。いただきます。甘くて美味しい。香りがいいですね。次は夏に冷やしてレンジでいただけるとは美味しいですね。ヨーカーを呼ぶというかね、美味しさを見せますよ。冷やし食べると本当に美味しいです。中にあの柿のスープが入ってて、ね、とてもおいしい。皆さんぜひ食べてみてくださいね。北方町で作られているということで、後でですね、この店の前にあります、ね、たこ焼き屋さんに行くことを見たいと思います。たくさんありますよ、ね、追いかけだんご、北方町の名前がたこ焼き屋さん、晩ご飯とか、ね、天ぷらとか、こう唐揚げ、ね、美味しいですね、なんかこれ、あのお酒のおつまみにいいじゃないでしょうか。パインケーキ、
誰が出ちゃいますか。はい、そしてお付けの箱庭ということで、これは地元の方々が本音のところで作られた、うん、ね、お付けです。で早速ですね、晩ご飯で皆さんこのお付けの箱試してください。美味しいですよ。こういう箱庭、この時マンゴーはワッフルサンド、ね、この美味しいですよ。マンゴー風味のクリームが使えて、ね、ワッフルそのものですね。あとサブレ、ね、宮崎県なんですけど、サブレ540円、とても安いです。マンゴークリームロールクリームがありますので、お値段がすごくずっしりとして、お値段が30分入っているんです。料金が380円ですよ、皆さん、ね、はい、県外の方、現在は宮崎のマンゴー美味しいので、そういうクリームロールを買ってみようかなと思われる方は、ぜひ、ね、予知の方に来てくださいね。あ、商品がたくさんですね、本当に。北方町、予知のレア、ね、小秋葉田、宮崎茶、ライチ、ジサイダーだ、ね、サイダーだ、ライチが入ったサイダーです。ちょっと変わってますけど、ね、ライチって大好きなんで美味しいですよね。でそのサイダーだ、ね、では、1本が270円です。ぜひ飲んでみてください。はい、皆さん、ね、こちらの方にたくさんのいろんなお酒があるかちょっとわからないんですけど、それがもうこちらの北方さんって書いているのがちょっと興味があります。これは何でしょうかね。はい、こちら北方さんの桃を使ったお酒、リキュール、桃の花嫁と栗を使いましたマロンです。この焼酎さんに作っていただきました。あ、そうですね、食べるんですね。お父さんが、この可愛らしいです。桃の果汁から作られたお酒で、桃の華やかな香りがこう広がって、このピンクの香りが入っていた中身のピンクの香りジューシーで気分も華やかになるから、試してくださいね。いいですね、皆さん、ね、これも興味がありますね。これが好きなので飲んでみたいと思います。どんな雨とか言って始まったり、どんな雨のお酒とか、ご視聴ありがとうございました。
いろんなものを見せていただきました。これをちょっと美味しかったね、ごちそうです。ルチムーさんはですね、お一人のイベントをですね、毎日行われてますので、皆さんルチムーのホームページっていうのがあります。ご案内いたしております。ベースリングでも皆さん見られますので、またちゃんとチームやって、スタンドキッチではいつもありがとうございました。